はい、皆さんこんにちは。いや、12月に入って iPhone の噂もね、かなりね、たくさん出てきたなというところでですね。で、以前ね、11月の噂っていうのでね、少しね、一部入っていましたけども、その後結構ね、出てきたんで、今日はね、この新しい iPhone がね、これ2020年、21年どうなるかっていう噂についてまとめていきたいと思います。はい、ということで、まずは割と主流となっている噂からですけども、こちらアナリストのミンチクオ氏の予測ということでですね、で12月5日のアップルインサイダーで報じられています。でまずは2020年来年の前半には iPhone SE2 というのが出るんじゃないかということで、4.7 インチの液晶でカメラ1つというのが、ね、出るというね、そんな説になっています。そして2つ目 iPhone12 については、2020年後半とされていますが、Qualcomm の X55 モデムという 5G のモデルが全機種搭載されるんじゃないかと言われております。でラインナップがですね、こちら2カメのものが 5.4 インチ、6.1 インチ、そして3カメのハイエンドの方がですね、6.1 インチ、6.7 インチという4機種になるんじゃないかと言われていまして、で 3D センシングのカメラが搭載されるという、ね、ことのようですよね。でこちらクオシはですね、帯域については 5G でもサブ6だけかサブ6プラスミリ波かはね、断定はまだしていないというね、そんな感じになっていますね。でその後についても、同じくクオシはね語っていますが、こちら SE2 プラスというのが2021年の前半に出るんじゃないかということで、でこれが 5.5 か 6.1 インチということでですね、でこれも1カメ で特徴的なのが電源ボタンの中にタッチ ID を埋め込むんじゃないかみたいな説になっていますよね。2021年の後半にはですね、で iPhone 13の、ハイエンドというのでライトニングポートないものが出るんじゃないかという、ね、説を唱えているということで、でクオシはですね、来年と再来年についての売り上げ出荷台数などは非常に強気の予想をしていまして、2020年には2億1000万台、そして21年には2億2500万台を出荷するんじゃないかと言っているということでですね、なんやかんやでね、結果を見ると信憑性の高い情報をね出してきて、うまく整理しているのがこのクオシだというね感じがしますけどね。割とね、私はこの説を、比較的、このね、近いのかなと思っていますよね。で、同じような、ラインナップは、12月2日のこちら、マーケットウォッチという、ところでですね、JP モルガンのアナリストの方が語っています。で、やはり2020年9月は4モデル。5.4、6.1 が2台と 6.7 インチということでね、このあたりはね、ほぼ、クオシと同じような内容となっているということで、で、これクオシもね言っていますが、2021年には、新製品の発売と発表が年に2回になるんじゃないかというね可能性を言っているということで、で、それがこの SE2 プラスというね、そういったものに、つながっているというね感じはしますよね。でこちら同じくクオシはですね、補足のレポートとして、この iPhone12 が大きく値上げにはならないんじゃないかという、ね、ことを言っていまして、でこれ理由としてはですね、これ 5G 関連の部品は確かに製造コストを30から100ドル上げてしまうってことで、ね、販売価格でいうとですね、1万円から3万円上がるんじゃないかって感じになるんですけども、ところがですね、この研究開発費にかけている外注コストっていうのがですね、そのプロセスを社内にシフトして節減しようかという動きがアップルの中であるらしいということで、それで相殺しようとしているらしいというね、そんな話になっていますね。これよくある話なんですけどもね、なんか型の開発なんかを社内でやってしまおうみたいなね、そんなことをね、よく製造業でありますけども、そのあたりね、のことなんじゃないかと思いますね。でお次、これはね、再建になりますけども、ベン・ジェスキン氏が12月3日にですね、リークを元にしたレンダリングとしてこんなようなね、画像を上げているということで、でやっぱり iPhone4 に似たような、
垂直のエッジのバンパーになるのかなというのがですね、まあ、割と主流の、動きとなっていますよね。噂としてはこんな感じです。でお次、例の、ね、SE2 の話ですけども、12月7日にマックお宝さんがですね、まあ、この情報筋からの情報としてですね、まあこれ iPhone 8の筐体を使った A13 チップを使うんじゃないかということでですね、まあ、名称はしかも iPhone 9になるんじゃないかという予想をしておりますね。まあ、予想っていうかね、まあリークなのかな、まあ、そんな感じでですね、まあ、これは翻訳する必要もないので詳しくは記事をご覧いただきたいというところですけどね。で、まあ、このクオシの予想もありますけどもね、それとだいぶ違うのがこのアップルインサイダー12月9日に出ています、ローゼンブラッドという会社の、まあ、投資家向けのメモですよね。でこれによりますと、この iPhone SE2 についてはですね、4.7 インチではなくて 5.1 インチになるんじゃないかということで、でしかも Face ID と Touch ID が両方搭載されるなんてことをね、まあ、書いてるんですけど、まあ、これはもしかしたらこの SE2 プラスとしている、クオシがねしているものなのかなってことで、これ今年のじゃない感じが私はしますけどね。で、まあ、この SE については11の価格設定とか値下げがすでに進んでるんで、まあ、それほど売れないんじゃないかという、弱気の予測をしているということで、まあ、ちょっとねこれ生体認証方式の部分などね、あんまり信憑性がないなってところで、ちょっとね情報的にどうかなと個人的には思いました。で同じレポートでこれ iPhone12 についてもですね、まあ6モデル開発中だなんていうねことをねおっしゃっていまして、でまあ見るとこれ12でも 4G のモデルとかもあったりとかね、混ざってるんですよね結構ね。であとはこれ12 Pro Plus と12 Pro Max っていうのが両方あったりして、なんか表現が OLED スクリーンと OLED パネルだけの違いだったりするんでね、まあ、ちょっとねこのあたりは、まあ、正直なとこを言っちゃうと開発中のものを全て拾ったって感じなのかなってところで、まあ、交通整理がまだね行われてない情報を出してきている感じがしていますよね。これ 6.7 インチの大型はどうなんだろうみたいなね部分も疑問としてはありますしね。まあ、そんなんでですね、これ12シリーズの販売予測もですね、3000万台生産して2000万台未満しか売れないなんていう、まあ、ことをですね、まあ、この年内の分ですかね言ってたりするんで、まあ、ちょっとねここの予測は少し弱気というね部分もありますよね。でお次、こちらはまあ開発とかね技術関係ですけども、手ブレ補正がセンサーシフト式になるんじゃないかという話を 9to5Mac が12月20日に報じていますよね。これ台湾のデジタイムスからというねことなんですけど、でまあ、これ今までのやつはこの手ブレ補正っていうと、まあ、レンズ周りの光学手ブレ補正だったわけですけども、まあ、それだとですね、全レンズに、ね、つけなきゃいけないってことで、超広角には搭載してなかったんですよね。で今回はセンサー自体がこう手ブレを補正してくれるってことで、でこれ一部ねソニーとかのカメラでも採用されているようなものですけども、でまあ、こちらを搭載することによってですね、まあ、改善される、超広角の手ブレなんていうのも期待できるんじゃないかとしているというねとこですよね。であとはこれ、まあ、これはちょっと直近じゃないみたいですが、12月20日にブルームバーグが報じている内容によるとですね、衛星の電波でデータをデバイスに直接送信する研究チームというのがアップルで、まあ、できているということでね、5年以内を目標に、まあ、これ航空宇宙衛星アンテナ設計関係のエンジニア12人で今動いているということで、追加募集もねしているそうですね。でなんかスカイボックスイメージングという会社が Google に2014年に買収されたそうなんですが、まあ、その時の技術者がですね2名が率いるようだというねところですよね。まあ、これ直近じゃないですけども、この一般的なワイヤレスネットワークを回避して直接デバイスをつなぐ技術って面白いですよね、なかなかね。で同じくこれもね直近じゃなさそうな話ですが、12月17日にパテントリーアップルが報じていることによるとですね、このディスプレイの下の光学イメージングセンサーの特許というのが、これアップルが申請していたのがですね、まあ、この
12月の17日にアメリカの特許庁で承認されたってことで、でまあこのところ噂されてるのはクアルコムと GIS というサプライヤーがですね、ディスプレイ下のこれ超音波を使った指紋スキャナーっていうのをまあ開発中というね話で、まあ、これがおそらく2020年の iPhone には搭載されるかもというね話なんですけどもね、まあ、それとは違った光学イメージングセンサーということで特許が通っているということですね。でいずれにして もう顔と指紋、これユーザーとしてはやっぱ使ってみた結果両方あった方がいいよなって私は思うんですけども、まあ、いずれにしてもですねこれ、まあ、使い分けがシチュエーションによってね可能なんで、まあ、これ両方つけてくれないかななんて私はね思っているところですね。でお次はこれもね技術関係、12月13日にブルームバーグが報じたところによるとですね、このスマホで撮影した写真を改善する技術を持つスタートアップを英国のね会社なんですけど、それを買収したらしいですね、アップルがね。でまあ機械学習で、ね、写真をより正確な色で鮮明にしてくれるということで、赤外線ショットと通常の写真をブレンドする技術なんかでこの低照度、まあ、暗い場所ですよねの写真をさらに改善してくれるみたいな話ですね。で個人的にはねこれスマホのカメラ期待しませんっていう人もいらっしゃるんですけど、やっぱりねのカメラをわざわざもう一個持たない人のが多い中ですね、まあ、常に持ち歩いているスマホでの撮影品質が、ね、上がるのはねいいことだなと私は思っています。でお次のニュースはこれは12月13日の CNBC ですけど、まあ、アナリストのレポートってことでですね、まあ、ちょっと悲観的なニュースですが投資家目線の、ね、話ですね、投資家は 5G の iPhone に期待しすぎない方がいいという、ね、指摘で、まあ、理由としては、ね、キャリアの 5G インフラの整備の遅れということで、まあ、それによって、まあ、この購入を、ね、したがる人が、まあ、ずれ込んでいくんじゃないかという、ね、ところで、まあ、結果的には8000万台のクラスのチャンスとなるという、ね、ことなんですけどもね、まあ、この調査会社によると 23% のユーザーが買い替えを希望しているってことなんですけども、まあ、それもインフラ整備次第じゃないかという、ね、ところで、まあ、確かに、ね、現実的には、ね、その可能性はありますよね、まあ、9月末発売ですから、まあ、徐々に、ね、山の方はひょっとしたら2021年になるのかもしれませんね。でとはいえですね、アップルこちら2019年の7月から9月では、世界の携帯電話の売上高が 11% ダウンした中ですね、アップルは売上高は 32% のシェアを、獲得していたということで、ね、利益においては全世界の利益の 66% を、ね、取っていたということでね、まあ、非常にこのアップルの iPhone が高単価で高利益ということが、ね、確認できるという、ね、ところですけどもね、ユーザーとしてはまあちょっとね複雑な気持ちになりますけど、まあ、ビジネスですからね、やはり利益と会社の存続性っていうのがね重要なんでね、まあ、この経営が安泰なのはね、まあこれファンにとってはいいことかなっていうふうに私は思っています。ということでね、まあ、2020年のねアップルも、まあ、iPhone 中心にですね期待したいところですよね。それで今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。